ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は絶対に関わってはいけない日本のヤバい組織第3弾を紹介するぜ。いや気になるんだけどさ、このシリーズは続いてほしくないのよ。普段は見えない闇の部分をまざまざと見せられるもんな。だがだからといって目をそらすのは違うからな。今日も容赦なく紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、賭博を仕切る裏世界の老舗組織、会津虎徹会。トップバッターは会津虎徹会だぜ。ここは京都府京都市左京区に本部を置く指定暴力団だ。幕末の侠客が結成した歴史ある老舗組織で、構成員の数は少ないながらも大きな力を持つ団体として警察にもマークされていたぜ。はい、じゃあ暴力団会の大御所なのね。さてそんな会津虎徹会は幕と、すなわち掛け事をしのぎとしている性質上、一般人も注意すべき団体として恐れられているんだ。もともと創設者が会津藩の武家奉公人で、会津の虎徹と呼ばれた有名幕とでな。この流れを組み以降も組織全体がこれをしのぎとし、現在も様々な賭博の場に幅を利かせているそうだぜ。掛け事ってだけでもう怖いのに、それを裏で牛耳ってるって時点で恐ろしすぎるのよ。けど他の団体に比べたら接触する確率低そうじゃない？それがそうでもないんだよな。確かに賭博とは無縁の生活をしている人も多くいると思うが、実は周囲に目を向けてみると案外身近に賭けの場は存在しているんだ。特にわかりやすいのは競馬や競艇といった公営ギャンブルだな。言われてみればあれも賭け事か。もちろんこれらは国が管理しているもので、会津虎徹会のしのぎとは何ら関係ないものだが、こういったものから賭けの楽しみを知り、さらに緊張感や利益が得られるものを求めて深みにはまる人は少なくないからな。そんな人たちがひょんなことから出会ってしまうのが、彼らが管轄する賭博だぜ。人を盲目にさせるのは恋だけじゃなくギャンブルもなんだよな。同感だぜ。最近ではネットの普及に伴い SNS などを通じて存在を知り、参加してしまうケースも増えているようだ。実際2024年2月には、メッセージアプリを使って一般人に野球賭博をさせたとして、会津虎徹会幹部の男らが逮捕されているぜ。被害者は複数存在し、2年間で約11億円をかけさせたと報じられていたんだ。11億？かける方もかけさせる方もとんでもないな。ギャンブル依存症という疾患もあるように、金銭を使った賭けは人の思考も理性も狂わせるものだからな。それが制限のないものならなおさらだぜ。参加した人は身も心も賭け事に取り憑かれて多額の金銭を奪われ、それらは暴力団の資金となり、さらなる賭博と被害者の糧になるという最悪の循環だと言えるよな。人の人生を狂わせた挙句、それが暴力団の肥やしになるんだもんね。これは絶対関わっちゃいけないわ。加えて山口組との因縁から一般人を巻き込む事件を起こした過去があることも注意すべき点だぜ。双方の確執は昭和30年代から始まり、時には京都一の繁華街で多数の死傷者を出す抗争を行ったこともあるんだ。近代でも山口組の内部分裂によって会津虎徹会内でも一悶着起きているし、安易に近づけば事件に巻き込まれかねないぜ。ひえー、物理的にも危険すぎる。まあ自ら好んで一般人に手を出すタイプの団体ではないし、2021年には山口組二次団体の行動会に頭を下げていることから、この危険性は低いと考えられているが、一般人が関わっていいことは何一つないから、賭博に興味がある人や、彼らの活動地周辺に住んでいる人は十分注意した方がいいぜ。2、厳しいルールに縛られた宗教団体、エホバの証人。お次はエホバの証人だぜ。これは1870年代にアメリカで始まった国際聖書研究運動によって設立されたキリスト教系の宗教団体だ。とまあ厳密に言えば日本の組織ではないが、日本にも支部があり多数の信者がいること、過去に何度も事件などが起きていることから取り上げさせてもらうぜ。なんなら日本で何かと見かけることが多い存在だもんね。これは知ってて損はないよ。ホームページによればこの団体は世界に約800万人の信者を持ち、日本にも約21万人の信者が存在するとのことだ。ただキリスト教にとって重要な三位一体などを否定し、独自の教えを持っているため、カトリックやプロテスタントといった主な宗派からは異端扱いされているぜ。出だしから不安になる文言だって。さてそんなエホバの証人だが、実は日本の宗教団体の中でもかなり危険な存在として有名なんだ。その理由はいくつかあるが、特に有名なのは勧誘がしつこい点だぜ。勧誘の問題はもはや宗教団体あるあるだよね。ただどうやらエホバの証人は他の団体の比じゃないくらいしつこいようだぜ。というのも彼らは布教活動を活動のメインとしており、どれくらい時間をかけ何人を誘えたかによって明確に階級分けされているんだ。さらにこの階級ごとにノルマが設定されているため、みんな一人でも多く引き入れようと必死なんだ。
熱の入れようすごいな。なんでそこまで必死になるわけ？勧誘をしなければ救われないと考えられているからだな。だからこそ信者は駅前などの人が多い場所に毎日のように立って、道行く人にひたすら声をかけるんだ。そして少しでも話を聞いてもらえそうなら場所を移動したり集会に呼び、複数人で囲っていかにエホバの証人がいい団体かを解いてくるぜ。いや怖い怖い、追い込み要さながらの地獄絵図やんけ。加えて個人宅への訪問も行っているが、よほどのことがない限り断っても何度もしつこくやってくるんだ。時には子供を連れて情に訴えかけてくることもあるそうで、かなり厄介な勧誘をしてくるとネット上でも話題になっているぜ。断ってもひたすら勧誘してくるの不気味だよ。また彼らの教えには制約が多く、一般人からすると異様としか思えない内容が含まれていることも、危険視されている要因の一つだ。特に有名なのは輸血の禁止だな。聖書の中には、血を避けなさい、という記述が存在するが、ここから彼らは輸血という形でも血を摂取してはならないと解釈しているんだ。いやそれ困らない？輸血って命に関わる話よね。困るどころの騒ぎではないぜ。1985年には神奈川県で当時10歳だった男児が交通事故に遭い重体となったが、両親がエホバの証人の信者であることを理由に輸血を拒否したんだ。結果男児は事故から5時間後に命を落としたぜ。そんな、いや信仰は個人の自由かもしれないけどさ、子供には宗教のしがらみも何の罪もないよね。この判断の良し悪しを測ることはできないが、少なくとも信者でない我々から見ると異質と言わざるを得ないよな。他にも輸血に関する事件は何件か起きているため、世間でも危険な宗教という見解がされるようになったんだ。亡くなったのが子供っていうのがやるせないわ。さらにこの他にも厳しいルールがいくつもあり、入会すると進路や就職先を自由に選ぶことができなくなるんだ。さらに友人や恋人は信者以外認められず、婚約するまで性的行為は自己処理含めて全て禁止、祝祭日のお祝いなども全て禁止されているぜ。自由がみじんもないじゃん。そして何より恐ろしいのは、教えとして子供に対する虐待が推奨されていることなんだ。彼らの聖書には子供が理想像に背いた場合には、懲らしめとして鞭を打つことが親の愛であり、しない人は子を憎んでいるとの記述があるんだ。これにより子を持つ信者は、ベルトなどを鞭代わりに日常的に子供を打っており、二世信者からの訴えでたびたび問題になっていたぜ。はぁ、聞いてるだけで腹立たしいんだけど。しかもこれ、親は最上級の愛情だと思ってやってるというのが何とも救われない話だよな。とまあこのようにエホバの証人には、危険とも言える教えが複数存在しているんだ。もちろん自ら進んでこの教えを信じたいと思うのなら止めないが、そうでないなら勧誘はきっぱり断って、一切の関係を持たないことをお勧めするぜ。3、信念のためなら手段を問わない過激派、角丸派。お次は角丸派を紹介するぜ。角丸派は正式名称を日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派といい、1962年の各共同第三次分裂によって結成された日本の審査翼党派の一つだ。とんでもない情報量に頭パンクしそうだわ。簡単に言えばマルクスやレーニン、トロツキーの革命理論を基礎に日本革命を目指している団体だな。かつては早稲田大学を中心的な拠点校とし、急進的な思想と行動で社会に影響をもたらしたんだ。特に彼らが強く主張した社会的不平等や不正、労働者の権利は、現在の労働法や社会政策のあり方に大きな爪痕を残したぜ。日本革命って、その大きすぎる野望を持ってるのが不穏すぎるのよ。しかも彼らは過激派と呼ばれる存在で、主張のためなら派手なストライキやデモ、対立組織との抗争など武力行使を意図はなかったぜ。さらに規模拡大のために活動拠点としていた大学内で、偽装サークルを作ったり選挙で不正を行うこともしばしばあり、そのやり方から関わるべきでない危険な組織と言われるようになったんだ。いやあまりに活動の火力が強いな。さらに近年では暴力性や名前を隠して活動することも増えているそうだから、何かの間違いで関わりを持ってしまわぬよう注意が必要だぜ。また非常に排他性が強い特徴を持つため、生半可な気持ちで近づくのもおすすめできないな。心の底から活動に賛成できる人以外は踏み込み厳禁ね。とはいえ今では参加者の高齢化が進み、人数も徐々に減って影響力は衰えつつあるそうだ。かつて中心的な拠点にしていた早稲田大学からも公認を取り消され、残党の活動もほぼないに等しい状態になっているようだしな。それならちょっと安心したよ。ただ、ここまで過激さや負の面をいろいろと紹介してきたが、彼らの活動が日本の未来を変えたこともまた事実だということも忘れないでほしいんだ。少なくとも彼らの信念は日本をより良くすることにあったはずだし、与えた影響は今を生きる我々を助ける形で残ってるからな。もちろん関わるべき、全てを称賛すべきという意味ではないが、いい点も悪い点も含めて日本にはこういった団体があるのだということを覚えておいてほしいぜ。4、一般人も巻き込む危険な暴力団、住吉会。
お次は住吉会を紹介するぜ。ここは東京都新宿区に総本部を置く指定暴力団だ。会津虎徹会同様に賭博を主なしのぎとしているが、それ一本ではなく様々な犯罪に手を染めているぜ。そんなところは手広くやらんでいいのよ。まったくだぜ。3000人前後の構成員を持つこの団体は、東日本で大きな影響力を持っているとされていてな。かつては山口組と縁を持たない本州唯一の団体としても有名だったが、2011年に6代目山口組組長が出所した納期に関係を結んでいるぜ。うわぁ、最悪のパワーアップしちゃってるって。さてそんな住吉会は、一般人にも容赦なく手を出すことで危険視されているんだ。一応積極的に攻撃しているわけではないが、相手が誰であろうが関係ないといったスタンスを取っているようだぜ。めちゃくちゃ迷惑なんですが。それがよくわかるのが2003年に発生した前橋スナック乱射事件だな。この事件では住吉会の幹部組員が敵対していた稲川会系の幹部らを銃で襲撃し、その際現場にいた一般市民3名が犠牲となってしまったんだ。両者にはこれ以前に発生したいざこざから遺恨が残っていたそうだが、乱射という危険極まりない行為を一般人もいる場で行うというのは恐ろしいよな。はぁ、あまりに最低すぎる。何も関係ないのに巻き込まれた人たちがかわいそうだよ。さらについ最近になって住吉会系組員が中心となった車両窃盗が全国各地で行われていたことも判明し、その被害数は1都5県の約40件、被害額は2000万円にも及ぶとのことだぜ。この他にも不良グループと乱闘騒ぎを起こしたり、東横周辺で取材を行っていたメディア関係者に対して言いがかりをつけて固く捜索されていたりと、無差別な行いを繰り返していてな。これらのことから住吉会は絶対に関わってはいけないヤバい組織として有名になっているんだ。この短い説明だけでも関わりたくなさマックスだよ。それに住吉会の動きは米国政府にもマークされるほど大規模だからな。薬物や武器の密輸だけでなく人身売買といった犯罪にも関与している可能性があるとのことで、丸腰の人間が安易に近づけばどうなるか嫌でもわかってしまうぜ。ひえー、活動範囲にすら痛くない。特に彼らの活動拠点がある新宿の中でも歌舞伎町周辺ではかなり幅を利かせているとのことだから、現地を訪れる際には注意してくれよな。仮に被害対象にならずとも他組織との抗争時はかなり派手に暴れ一般人を巻き込む傾向にあるから、日頃からむやみやたらに近づかないことをおすすめするぜ。これぞ本当の触らぬ神にたたりなしだわ。5.1億円の詐欺事件を起こした第3救済時期特会。お次は第3救済時期特会を紹介するぜ。ここは2016年から活動を続けている日本の宗教団体だ。教祖である福永方言を通じて示される天聖の教えを広めることをモットーとしており、他団体に比べると影は薄いが根強く信仰を集めている存在だぜ。聞いたことない団体かも。けどここで紹介されるってことは確実にヤバいのよね。その通りだ。というのもこの組織には前身となる法の花三宝行と呼ばれる宗教団体が存在していたんだが、ここは巨額の詐欺事件を起こして摘発され解散しているんだよ。団体名の不穏なオーラもさることながら、まごうことなき犯罪組織やんけ。しかも恐ろしいことに、マインドコントロールを用いてゴリゴリの霊感商法を信者に押し通していたぜ。まず弱っていそうな人をターゲットに声をかけ、頻繁に行っていた自己啓発セミナーに招待するんだ。ここでは足裏診断と呼ばれる個人面談が行われたぜ。足裏診断ってそう占い的な？大体そんな感じだな。彼らは天の木は頭から入って足から抜けるという独自仮説のもと、足裏を見れば健康状態や悩みが全てわかると説いたんだ。一応言っておくがこの診断は全て嘘っぱちであり、診断にあたる教団関係者には霊感商法につなげるためのマニュアルが配られ、教育が徹底されていたそうだぜ。足裏診断っていう絶妙にありそうでクリーンなイベントから詐欺につなげようとしてんの怖すぎだわ。そしてこの足裏診断では、このままだと大病を患う、会社が倒産する、などといった、一見信じられないようなネガティブな内容を矢継ぎ早にぶつけ、その勢いに押されて相手が不安になったところで、今度は研修を受ければ大丈夫だと助け舟を出すぜ。それ絶対言っちゃダメなやつじゃん。大正解だ。そもそもこの研修自体、4泊5日で225万という法外な金額を請求されるものだからな。その上参加すれば睡眠も食事も満足に取らせてもらえず、一日中街中で大声を出しながら布教活動をさせられることになるぜ。ここで大半の人は心身ともに追い込まれ、マインドコントロール状態となってしまうんだ。ひえー、やってることほぼ拷問やんけ。そして洗脳が完了した後掛け軸や教祖の手形、ぶっしゃりといった商品を買わされるんだ。当然これらは全て高額で、順番に333万円、1000万円、2000万円の値が付けられていたぜ。数千万買えないってそんなの。もちろん同じことを言う信者は多数いたが、
買わなければ悩みは解決しないと脅され、結局は購入してしまう人が多かったそうだ。そんな非道な行いが続けられた結果、詐欺として摘発される頃には、被害総額は1000億円という途方もない数字になっていたぜ。地面師が可愛く見えるほどの被害額で頭クラクラしてきたわ。その後教祖は逮捕され懲役12年の実刑判決となり、団体は解散が命じられたが、残党は喜び家族のは、天下の救済と名前を変えて活動を続けていてな。ここにも藩主として刑期を短縮され出所した教祖が合流したことで、法の花散歩業は名前こそ変わったものの、実態は何一つ変わらず舞い戻ったんだ。はぁ、どの面下げて帰ってきてんのよ。その後再度名前を変えて、今は第三救済自治特会となっているわけだが、察しの通り未だに実態は法の花散歩業の頃と同じみたいだぜ。以前ほど大々的に信者を増やしたり、マインドコントロールを行ってはいないが、1から5万円ほどの高額な写経セットを売りつけるなど、金銭を絞り取る方針は変わっていないようだぜ。頼むから懲りてくれ。それは無理な話だ。なんせ教祖は詐欺について微塵も反省していないんだからな。復活後に発表したコメントでは、絶対者にすがることしかできない弱き主従の存在にもっと目を向けるべきだった。と、さも被害者の信心が足りなかったのが悪いかのようにのたまっていたぜ。なんなのこの人、手が出そうになるわ。とまあこのように第三救済自治特会は、非常にヤバい組織が名前を変えただけの存在であるため、みんなはくれぐれも関わることのないよう注意してくれよな。時には街角で勧誘活動を行っているそうだが、声をかけられても相手にせず速やかに逃げるようにしてくれ。6、異様なカルト村を経営する農業組合、山岸会。最後は山岸会を紹介するぜ。幸福会山岸会は農業や牧畜業を基盤とするユートピアを目指す農事組合法人だ。1953年に発足してから現在まで活動を続けており、売上高では法人内でもトップに位置しているぜ。ほうほう、聞いた感じヤバい組織には思えないけど、安心しろ、この団体もしっかり危険要素があるからな。というのも山岸会は自身らの理念に基づいた生活を完成させるべく、山岸村と呼ばれる独自の村を形成して生活しているんだ。この村には特殊なルールが多数存在しており、いわゆるカルト村として有名なんだぜ。日本にそんなの存在してたんだ。ああ、なんなら全国各地に20箇所存在しているからな。過去にはここから逃げ出した体験談を書籍にして発売した人もいたし、今も密かに、それでいて確実に存在し続けているんだ。その事実だけで鳥肌もんだよ。そんな山岸会は、まず講習などを使って会員を獲得するんだ。この講習会では、怒りや嫌悪といった負の感情を徹底的に叩く方針をとっており、相手のネガティブな返答に対して、なぜそう感じるのか、という質問を永遠に繰り返すんだ。このやりとりではどんな返答が来ても、会側は同じことを繰り返すだけで言い負かされることはないため、最終的に参加者側が全てを全否定され、心が折れる形で負の感情を撤回することになるぜ。男子小学生の口喧嘩必勝法やんけ。彼らはこうした回答泣き問いを執拗に繰り返すことで参加者の自我を揺さぶり、その後に自分たちの理念を詰め込んだテキストや映像を見せることで、一種のマインドコントロール状態を完成させるんだ。その効果はかなり高く、中には乖離性同一性障害を発症する受講者もいたそうだぜ。精神をじわじわと蝕んでいくって、あまりに非人道的なんだけど、カルトの真髄を見ている気分だよな。しかもかつては嘘の呼び出しで講習に誘い出し、監禁していたというから恐ろしいぜ。これらの過程を経て会員となった人々は、それぞれ指定された村へと住居を移すが、ここで定められているルールもこれまた異様でな。まずこの村では金銭や物に対する所有権が一切認められておらず、一切の財産の権利書、証書同封納へ無条件委任するといった内容の書類に署名することが定められているんだ。会の下心すっけすけの書類だって。さらに入村後は朝6時から夕方6時までの12時間みっちり労働させられるんだ。公式の発表によればこれは村人たちが自主的に行っていることだそうだが、洗脳状態の人々が取る行動に自主性もクソもないよな。当然対価も支払われないし、客観的に見れば資金を効率よく得るために搾取しているとしか思えないぜ。ブラック企業も真っ青の待遇だよ。さらにこれだけの過酷な労働を強いながらも食事は1日2食で、大人子供問わず厳しい体罰が横行しているんだ。被害者の内部告発によれば包丁を突きつけられたり、熱湯をかけられることもあったそうだぜ。また娯楽や外界の情報を得られるものは何一つ存在しておらず、
この村で唯一知り守るべきは世話係と呼ばれる会員を筆頭とした上位者の定めたルールや教えのみとなっているんだ。こんな状況じゃ洗脳が解けないのも無理ないわ。また人間関係にも独特な取り決めが存在しており、自由恋愛は禁止されているんだ。結婚相手は会側が選別し、出産も許可制で、一度許可が出れば避妊具が支給されなくなるため、ほぼ強制的に妊娠させられるぜ。ただ夫婦が水入らずの生活を送ることはなく、普段は誰が夫婦なのかもわからないくらい希薄な関係を送るそうだ。はあ、人の権利をすべて踏みにじってるじゃないの。しかもこれを金銭を取り上げ、村以外では生きていけない状況にした上で行っていたというのが悪質だよな。まあこれらが明るみになり問題視されたことで、今では脱会時にわずかな支度金が渡されるようになったそうだが、それでも暴力と過酷な労働、異常なルールに支配されたこの村はまさしくカルトと呼ぶべき存在だぜ。間違いないよ、実在するのが信じられないくらいだわ。こうした理由から、山岸会は絶対に関わってはいけないヤバい組織だと言われているんだ。今でも講習会や村の見学事業は定期的に行っているようだが、興味本位で近づいて逃げられなくならないよう十分に注意してくれよな。というわけで今回は、絶対に関わってはいけない日本のヤバい組織第3弾を紹介したぜ。鳥肌ものの激ヤバ団体多すぎてゾッとしたよ。間違っても関わることがないよう、日頃から危険予知センサー張り巡らせておくわ。警戒心を持って生きるのは大事なことだぜ。もちろんどんな思想や理念を持とうとも、それは各々の権利だから否定する気はないが、だからといって保障されるべき権利が害されるのを黙って見ているわけにはいかないからな。自分や大切な人の身を守るためにも、関わるべき存在かどうかを区別することは必要だと思うぜ。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。